僕がその仕事を目指すようになったきっかけは、幼い頃からイラストを描くことが好きで、そのイラストやデザインの仕事に就きたいと考えていたからです。そのイラストやデザインの仕事に就きたいと親に相談したところ、その親は安定しない職業はダメだと非難されまして、2年間イラストやデザインと全然関係ない仕事に就いてきました。ですが、そこでそのいろんな人と出会い、いろんなことを学んで、夢を目指すのに年齢なんて関係ないということを気づき、本格的に目指すようになりました。